1787年のベルサイユ条約は、1787年11月21日に、フランス王類16世と原始港南国の王族、元福栄の間で締結された同盟条約。慶向38年、元福栄が16歳の時港南国は、西山町に滅ぼされた。追放された元福栄は、カトリック宣教師であるアドラン司教、 ピニョウ・ドベーヌの保護と援助を受けた。ピニョウは指示を得るため、ナムターの王の特使と称して、元福への長男元福栄を連れて、フランスへ戻った。当時7歳だった元福栄を連れて行ったのは、元福への特使であることを証明するためであった。元福栄との同盟に署名したフランス外務卿、モンモランク交渉の結果、ルイ16世は同盟に同意した。 1787年11月21日に、フランス外務協、モンモランハクと玄福栄の代表ピニョーが条約に署名して成立させた。玄福栄は、グランイコールコンドオル島を活上し、トゥーランでのフランス居留地設置を許可、さらに、フランスに貿易独占権を与え、その代わりルイ16世は、玄福栄を援助、4隻のフリゲートで1650人の、 援軍を送った。この条約はフランスのインドシナにおける影響力を伸ばす第一歩となったが援軍を送るべきであったフランス領インド総督トーマス・コンウェイは派兵を拒否した。そのためピニョーは自力で傭兵を集めなければならなかったがそれでも1789年から1799年まで元服への勢力拡大をよく助けた。フランスはその後も 陸軍の訓練、海軍の創設、防盤風の城塞の建築など閲覧への援助を続けた。ありがとうございます。